はい、中本博秀です。文字というものは、ご存知のようにボディーランゲージとして相手に大切な印象として伝達されます。文字には性格が出ると言われてますね。文字を習い意識することによって印象や性格を直すことが可能なのです。文字にはですね、書き方によって温かい、冷たい、あるいは下品、上品、あるいは女性的、男性的っていった印象を与えるものなんです。もう今日はですね、この温かいっていうですね、まず皮変ですね。皮変を。まず皮変。ちゃんと皮変を書いていただきますね。今温かいっていう感情ですね、温かい雰囲気を出して書いてました。今度は冷たい雰囲気で温かいって書いてます、ね、冷ややかな感じ、こうあったかい温厚な雰囲気ですね。このようにですね、文字は表現の仕方によっていろいろ相手に違った印象を与えます。文字の美しいあるいはまずい字とはまた別にですね、書いた字そのものの表現にですね、相手に与える印象が出来上がってきます。こちらはですね、どちらかというと丸みを帯びた、ヒット字で説明しますと、少しこういうふうに角のない丸みの帯びた温かい感じがしますね。こちらはどちらかというと背政府にキュッキュッ、角っぽいですね、キュッとしたわけ。これ冷ややかな、冷たい、そんなイメージですね。このようにして、文字は相手に印象を与えます。もちろん美しい字の書き方はここで説明しますけど、ヒっていう字は軽い右側に示さなくちゃいけませんから、この段っていう字の書き方ですね、元に戻りますけど、段っていう字はこう書いて、でこう書いて、軽い右側に、辺ですから少し右側に強く表現して、そしてここに適切な空間を取れるようにこう切って、こう2本続きますから、こちらできる子なら下に反るかまっすぐ、これはちょっと軽く上に反るぐらいですね。でこういうこのぐらいの感じでしょうかね。もっと伸びやかに書くんでしたら皮変、皮変は高さはですね、あんまり丸みできないですね。この空間が広くなりすぎますから、こちらを例えばここをもう少しこう詰めて、下の方を伸びやかにこう少し伸びやかに書くのもいいかと思います。こんなに表現してもいいかと思うんですね。今ですね、ここの部分を少し長く表現しました。ここのバランスですね。今こうしてみたときに、ここよりも下のバランスの方をゆったりとります。そうするとこう伸びやかな。人間で言いますと、こう頭があって胴体があって、こう下半身を足を長くすると伸びやかですね。いろんな表現の仕方ありますね。こう胴を長くして、そして足をこう書く手もありますけど、 これはこちらのタイプですね。このようにして文字は自由に表現できるわけですね。今日はですね、文字の、感覚的な印象、美しい書き方は別にですね、こう温かい感じ、冷たい感じ、そういった書き方について解説をいたしました。今回はですね、難しいお話をしましたけれども、初心の方はまずですね、日常の文章の7割はひらがななのですよ。ですからひらがなを美しく書くことを身につけますと、あなたの字は
変わります。そして皆さんにですね、ひらがなを正しく勉強していただくためにですね、私はたくさんの時間を要して、ひらがなのお手本とですね、すべてのひらがなに対して動画解説をしたテキストを用意しました。それはこれから紹介する趣味のページ、こちらをご覧になってみてください。